はい、皆さん、こんにちは。テリオのゲームのお部屋、ようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。ドット絵が可愛い、ポーションパーミットということで、改めまして、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。約4年ぐらい実況等々させていただいておりますが、ちょっとね、病気でプレイできない時期が半年ほどございました。ただありがたいことにですね、それでもチャンネル登録してくださる方が増えておりまして、皆様にですね、感謝の限り尽くしたいと思っております。この動画が、チャンネルはですね、2024年、あと1年とですね、半年後のですね、11月ですね、2024年の11月のですね、25日までかな、一応動画がですね、18時、投稿されることはもう決まっております。というか、まあ、もう、予定組んであって、投稿をね、してる状態になってるので、今登録していただくとですね、1年半はですね、少なくとも、楽しむことはできますので、ぜひぜひですね、チャンネル登録してですね、楽しんでいってください。ということでですね、まあ、それまでにはですね、チャンネル登録してくださる方1000名、1万名、10万名、100万名とですね、目指していけることを願っておりますので、ごひいきご愛顧のほど、ぜひぜひよろしくお願いいたします。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I'm sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel.ということでですね、ちょっとね、冒頭からちょっと今回引っかかりまくって申し訳ないんですが、続きやっていきましょうか。冷たい花というクエストがね、まだ残っていたので、まあ、これをね、やりつつ、金床の改良ですね、こういったのもやりつつですね、ただですね、今回はですね、次の大陸に行くために必要なですね、木材を集めるのをね、しっかりやっていきたいなと思っております。ということで準備出しますね。ほい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 。で、金床はムーナイト、そして金ナゲットということで、コールドブルームをマリエリに届けるということで、まあ、これもやっていきましょうか。お金はね、前回ね、大量に治療に、使ったので、これがね、結構ね、レシピがあってね、これが5個作れるのかな？今割りのやつ、こっちが結構作れるんじゃないかな。あ、これも5個までか。とりあえず5個作るか。で、次のやつも5個作れるかな。まあ、5、5作っとこうか。で、これで10個作ったんで、まあ、これで少なくとも1000ゴールドぐらいはね、作れたということで、このゲームね、お金稼ぎが結構ね、あれなんでね、でここにですね、この薬をですね、預けていくとですね、お金が5時になると、自動的に回収されてですね、お金が貯まっていくと。で、橋を渡るの、橋というか、その間欠線をね、渡るのに必要な工事に必要なお金がね、確か5000ゴールドぐらいだったんで、そのお金はね、すでに持ってるんですよ。うん。ただ、そのお金は持ってるんだが、よいしょ。マリエルさんはもうちょっと、この時間帯では多分探せないと思うので、まあ、いつものですね、素材集めに行きましょうか。バジルは結構使えるから、バジルから集めていこうね。で、そう、お金はいっぱい持ってるんだけど、木材が足らないんで、木材を集めていくと。お金はね、でも結局のところね、武器防具とかをね、あ、武器か。今持ってる武器をね、もう一段階ね、上のやつに、ね、上げて、3段階で終わりなんじゃないかなと思ってるんだけどね。っていうのはね、このゲームのですね、おそらくこの認定バッジというのもね、3で終わりだと思うんですよ。だから次のエリアで終わりだと思うんですよ。次がね、認定バッジ3できる場所なので、これで終わってくれたらちょうどいいストーリー感だと思うんだけどね。あ、そう。今日に、またニュースが出ててね、ルーンファクトリーっていうね、まあ、こういった感じのですね、ちょっとほのぼのとした世界観でですね、旅をするというですね、まあ、ゲームがあるんですが、それのね、6がね、出るらしいんですよ。そこのね、ルーンファクトリー作ってる会社がですね、結構ですね、ラッシュで、ね、ゲームをね、今作ってますっていう情報をね、発表してましてね、ルーンファクトリーがですね、東の国とかでですね、ちょっとですね、まあ、今までストーリーには出てたんだけど、なんていうのかな、ゲームの本編には全然登場しなくて、まあ、名前だけ出てたけど、今回登場したみたいな。
まあ、そんな感じのね、世界になるらしいんですよ。うん。で、まあ、それがね、次の舞台であるということが発表されてましたね。で、ルーンファクトリーですね、ちょっと、4はね、プレイステーションの4でできるんだけど、5がね、なぜかスイッチ専用なんですよ。5プレイできないからさ、ね、これからそのスイッチ専用機器でやっていくのかなっていうね、なんかそんな感じがしてるんだけど、どうなのかなって感じなんですよね。グラフィック的に見てた感じだとね、プレイステーションのグラフィックではなかったから、まあおそらくスイッチ、なんだろうなっていう感じはするんだけど、まあこのご時世、どっちかのハードに合わせて売るっていうのもね、あれだけどね、結構賭けだと思うけどな。プレイステーションとさ、その、スイッチと両方とものユーザーを取り込んでいかないと結構厳しいところあると思うけど。まあでも圧倒的にスイッチの方がユーザーが多いからね。スイッチもね、また新しいハードをね、出さなくてはいけないかなっていうことをね、任天堂のね、上の人が言ってたっぽいんですよね。次世代機ね、出さないといけないかなっていうのを言ってたらしいんで、まあもう少したら次世代機出るかもしれないね。で、それで、プレイステーションの方がですね、とうとうですね、任天堂スイッチみたいなことをやり出したんですよね。あのね、モニターをね、つけるっていうね、まあ画期的なことをね、プレイステーションでやってるんですよ。5だけだけどね。なんか、スイッチみたいにさ、あの、ジョイコンってあるじゃん、スイッチの。取り外してさ、まあ、片手ずつに持って使えるみたいな。まあ、あんな感じでさ、間にさ、液晶のディスプレイがあって、8インチだったかな ?8 インチってどれぐらいかちょっとわかんないけど、携帯電話ぐらいかな、昔の携帯電話ぐらいじゃない？ 8 インチって。iPhone 8ぐらいじゃないかな、今のって10インチぐらいあるんじゃなかったっけな、今の iPhone って。まあ、8インチのね、画面らしいんで、もしかしたらスイッチよりかはそこはちょっと弱いのかもしれないね。あれ、こっち取りに行ったっけ？取ったよね、多分ね。そう、こんにゃくも使えるんだったら使おうって話だったね。一通りこれで集めてきたら、まあ大体10、昼になるんで、そこで風呂に入って、それから木材集めって感じかな。まあこれだけやっとったらね、多分お金は稼げるんで、木材を集めなきゃいけない理由はね、木材以外にもですね、あの木材から出てくる樹液がね、結構ね、使えるんですよ。だからあのレシピに樹液が結構必要になってくるので、まあそれで木材はね、しっかり取っていった方がいいですよと。もうこの辺りはね、攻略方法とか全然ね、まあ全然ってことじゃないけど、そんな情報がないんでね、このゲームに関しては。自分でね、考えていかなくちゃいけないっていうね。よいしょ。まあ、多分外国のね、サイトに行けば多分あるんだと思うけど、今日なかなかいいお風呂じゃないですか。まあ、今ね、その2024年の方はですね、戦国無双やってんだよね。戦国無双4。だからちょっとね、ギャップがあるよね。ね、マリエルさんだったっけ、女の人に渡すのは夜でもいいんで、だから、木材をですね、集める作業をします。簡単に集められる木材でいいんで、数、まあそうだけどね、樹液が必要になってくるんで、簡単にね、集められるね、木材をね、集めに行きましょう。よいしょ。木材を集めつつ、かつ、そのね、樹液をゲットしていくというのが一つ狙いであるので、よいしょ。で、結局まあプレイステーション5でも新しいゲームは出るんだけどさ、グラフィックがね、どうこう変わるっていう感じでさ、まあ、ゲームのシステムとしてはそこまで大きく5と4で、まあ、めちゃくちゃ変わるかっていうとそうでもないとね、個人的には思ってるんで、まあ、4で名作と言われてるやつはね、結局のところね、プレイする価値はね、衰えないんじゃないかなと思うんだよね。
まあ、プレイステーション3と4もそこまで変わらないしね、グラフィック的に。まあ、変わる、3と4はまあ変わるけどね。うん、まあ、レースゲームとかは変わるかな。うん。まあ、だからその名作と言われてるものをね、プレイするということはですね、まあ、その価値はね、落ちないと思うので、まあ、プレイステーション5、ね、しばらく多分私はちょっとゲットできる環境にはいないので、今ね、しばらくゲットできないんですが、まあでもね、十分、4で、名作と言われてるゲームをですね、引き続き実況等々させていただいて、っていう感じかなっていうふうに今思ってますが、まあでも、5でですね、まあ、バイオの RE4 も多分ね、あ、845時になったか。バイオのね、あれも、5専用だったもんね、RE4 ね。まあこれからね、そのメジャータイトルもね、5専用になってくるからね。あれもそうでしょ。ドラゴンズドグマもそうだし、ドラゴンズドグマ2ね、もそうだし、あとあれもそうでしょ。FF16。メジャーのタイトルがね、だんだん、プレイステーション5専用になってきてるから、ちょっとそこがね、あれなんだよね。厳しいとこかなって思ってるとこではあるんだが、よいしょ。この西側のルートをじゃあ攻めていくか。1800本か、結構揃ったね。1500本ぐらいだったらもう多分道は次のエリアには行けそうだね。うん、まあ、次のエリアの敵がどれだけ強いかだよね。強いから注意してくれよって市長が言ってたけど、よいしょ。まあそれをね、ちょっと体感したいなというところでもあるけど。さて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 、どうなのかな。もうでもプレイステーション5に合わせてね、みんな会社作り始めてるからね。多分半導体も落ち着いてきて、プレイステーションの数が揃ってきたから、ゲーム会社もさ、ね、プレイステーション4でもプレイできるようにしましょうっていう意見が出さなくてもさ、良くなってんだよね、多分ね。だから5に合わせて、もうみんなね、ゲーム作りたいっていう感じになってんだろうね、みんなね。多分本当は1年以上ぐらい前の、その5が出たぐらいからさ、その5に合わせてさ、作りたいっていう気持ちはあったんだろうね、ゲーム会社は。でも、ね、供給が不足してたから、5がなかなかね、なくてね、5専用で作ったらさ、大ごけしたらさ、もともとその5のユーザーが少ないのにさ、さらにその5で人気が出なくてさ、売れなかったらさ、もう会社も潰れてまうでっていうような状態だっただろうから、なかなかね、そこに5専用で二の足をね、5専用で作ってるのに二の足を踏んでたユーザーたちがですね、5専用でね、だんだん作り始めるという状況になってると思うので、結構ね、これから、もう4ではプレイできないゲームが増えてくるでしょうね、きっとね。それがどのタイトルがそうなってくるかだよね、あとはね。まあ、ちょっとドラゴンズドグマに関してはね、4でプレイできないのはちょっと切ないなと思うけど。ドグマの2ね、ちょっとプレイしてみたいんだよね。ドグマの1が、でもまだ、しっかりプレイできてないから、ドグマの1がクリアできたらっていう感じにしたいとこではあるけど。誰だったっけな。あ、ムーンナイトも取ってこなきゃいけなかったな。マリエルか。マリエル。マリエル。マリエル、あ、マリエルか。いやまたちょっと痛みが、また出始めておりますね。武器の育成はね、次の大陸に行ってからだね。お金と素材がどれぐらい余るか次第。あ、マイヤともちょっと喋ろうか。あ、ルーちゃんが、ルーちゃんが調理してる。
ママは花が大好きよ。だから私は花の育て方を知りたいの。あ、ルーちゃん。ルーちゃん、いいね。その、卵さばき。今、卵高騰してんだよ。ブラジルの卵も鳥インフルエンザが確認されたらしくてね。ブラジルの卵にね、インフルエンザが確認されてなかったから、ブラジルの卵にね、かけようっつってね、輸出、あれ?原料にしようっつってやってた会社とかもね、多分大慌てだよね。あ、寝てる?え、寝てんの?ちょっと、マリエルさん、寝るの早すぎ。マジかよ。そうすると、もうそしたら新しい土地の開拓だけしてこよっか。ね、22時30分。新天地にとりあえず、工事だけして、足だけ踏み入れとこうか。新天地にね。真夜中ですが。明日からね、気持ちよく探索できるようにしておきましょう。2000とかじゃなかったと思うから、1500とかだったとか、そんなもんだったと思うんで、いけると思うんですよ、新天地ね。あ、2000か。いけませんでした。マジかよ。意外に意外に、いっぱいいるじゃないですか。よいしょ。どうしような。どうせ明日病人が出てくると思うから、ちょっと素材を残しとこう。あんまりね、躍起になってやりすぎても、病人が出てきた時の薬が作れなくなったら困るから。何人出てくるかだよね、病人がね。ここんとこなんか変なイベントで大量にね、4人のね、病人一気に治療した時はね、あれちょっと辛かったな、前回のね。イケメンちゃんとね、餌をあげとかないとね、なんかね、イケメンがヨタヨタ歩いてるのかわいそうだからね。イケメンなんか攻撃とかしてくれたらいいんだけどな。生姜をね、取ってくるっていう作業しかね、イケメンまで見たことがないからね。他にも取ってきてほしいんだが。マリエルさんかよ、しかも。しかもマリエルさんじゃねえか。用事がある、一番用事があるこの人が。まあでもこれマリエルさんの、仮にそれやったとしてもあれだからね。Uコードが、の鍵が外れるだけのイベントだから、そんなに別に優先するような内容ではないんだよね。マリエルさんに関しては。特にその結婚とかね、恋愛とかする、っていうあれでもないからな。あ、あ、やべ、中和。使っちゃったな。右肩がおかしい。これも診断か。ほいほいほいと。で、今日はね、ちょっと時間がね、また収録以外にも取れそうな予感がするから。若干読書してもいいかなっていう雰囲気は出てるんだけど、どうしようかなって感じだね。サンドロップ。左目がおかしい。よいしょ。さてさて。そうそうそう。それでね、前回歌を歌ってね、ちょっと全然歌えなかったからさ、ちょっとだけ終わった後にね、歌詞とか見てね、歌練習したんだけどさ。やっぱりね、裏声で歌う、ちっちゃい声で歌うんだったらなんとかね、音がね、出るようになってきたけど。ちょっと中和をこれ1個作っとこうかな。このレシピで2個ぐらい作っとこうか。よし。で、あとは必要なやつを作りましょう。サンドロップさんは、バジル使いつつ、下に凸のやつあったっけな。下に凸のやつはないのか。どんな作り方でもいいんだけどさ、別に。
どうしようね。まあ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 。センスのないやり方だな、これ。セルリアンスクラブ。ああ、これもセンスのないやり方するからしょうがないから。だからこの縦にの、あ、火が使えないのか。だとするとセンスがないぞ、このやり方は。これを使いつつ、横の、待てよ。横3、あ、縦、あー、四角は使えるか。四角の1。よし、あとはまあお金をね、ちょっとここで、ちょこっと預けて。で、治療して、マリエルさんは結局病気になっちゃったからさ。なんだ、昨日私が訪ねたら良くなかったのか。そうそうそう、日本沈没っていうさ、小栗旬さん主演のドラマをね、見たんですよ、結局ね、全部ね。まあね、面白かったですよ、すごい。あなた本当に素晴らしい薬使用ありがとう、テリオンさんと。いいね、お金がいっぱい。あ、相手のキャラクターは、あー、なるほどなるほど。そうそうそう、それがね、すごいね、面白いドラマでしてですね。まあやっぱりね、香川照之さんがですね、非常にね、まあ存在感のあるキャラクターだったなと。もう中村徹さんがさ、首相の役やってんだけどね、もう全く落ち着きのない首相でさ、常に力が入ってるっていうね、肩にね。もっと落ち着きなさいよってね、思えるような感じの首相でね。まあそれはそれでね、まあ良かったんだけどね、すごい肩に力が入ってる首相なんだよね。よいしょ。もう何事も全力投球みたいな感じのね。ちょっとね、お名前はちょっと存じ上げないんですが、あのね、副首相みたいな役をやってたですね、ですね、里城先生というですね、役をやってたね、ちょっとご高齢の方がいらっしゃるんですが、その人がね、めちゃくちゃ存在感があってね、よかったんですよ。里城先生はね、本当ネタバレになっちゃって申し訳ないんですが、最初すっごい嫌な人だったんだけど、まあ、だんだん里城先生のね、存在感がね、増してくるんですよね。で、結局、中村徹さんがやってる、現首相の存在感がね、なくなっていくというですね。何のために出てきたんだっていう感じの。まあ、ところどころね、一応まあ、首相がそのようにお決めになったんだ、みたいな感じでさ、言葉が出てきたりするけど、でもなんか、存在感薄かったかな、非常に。すごい力が入った、首相ではあったが、結局のところ、決断とかを下してたのはね、まあ、決断、まあ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 、首相がね、定員権を受けて決断を下してたから、まあ、首相のね、あれなんだけど、存在感があったといえばあったんだけど、首相自らがそういった風にやってるんじゃなくて、ほとんど小栗旬さんが提案したやつをですね、OK みたいな感じでね、受け入れてっていう感じのあれが多かったから、なんか首相自らがこう、なんていうのかな、リードしていくっていう感じがね、なくてね、なんかちょっと存在感がそこら辺がなかったかなっていう気はしますね。
画面にはいっぱい映ってたんで、まあそういう意味での存在感はあったけどね。うん。田所博士っていうですね、その香川照之さんがやってた地震学者がいるんですが、あ、ショウが掘り起こしてくれた。まあその地震学者のね、存在感はすごかったね。イケメン、ここも掘ってくれ。掘ってくれるか、イケメン。あれ、イケメン掘ってくれないの？あ、掘り終わった後なのか、あれは。うん。香川さんはね、すごいよね。演技の幅が。なんかちょっと独特の喋り方をね、しててですね。なんかちょっとね、顔とかをね、わざわざ震わして喋るんですよね。大和田常務の時とさ、全然違うんだよね。半沢直樹のね、大和田常務っていうね、すっげえ息つかないね、常務がいるんですよ。その常務の役やってる時と全然ね、違うんですよね、キャラクターがね。でもね、毎回毎回ね、美味しそうなもの食べてるんですよ。うな重とかね。寿司は結局食べれなかったのかな？寿司を食べたかったんだ、みたいなことずっと言ってたんだけど。毎回美味しそうなもの食べてんだよね。トウモロコシはまあ取っても仕方がないんだけどな、これ。素材にならないからさ。イケメンの餌になるだけだから。よいしょ。あ、四角のやつ取ったっけ？取ったよね、多分ね。あ、取ってないかも、四角のやつ。よいしょ。取ったよね。もう喋りながらやってるからわかんないな。取った。うん。あとここだけか。あ、もう一回行くのはあれだな。こんにゃく島に行くか、そしたら。そのね、セラさんっていうですね、別の地震学者の権威の方もいらっしゃるんですが、まあその役やってた人もうまかったな。本当にね、もうポーカーフェイスみたいな感じのね、すごいね、顔の作り方でね、めちゃくちゃうまかったっすよ、演技。ほとんど笑わなかったんじゃないかな。すごい演技力でしたね。よいしょ。あー、取れなかった。よし、ここは一回柳の湯に入って、で、午後にですね、伐採に行きましょうか、森林伐採にね。2000溜まればですね、次のエリアに行けますので、今日はざっと次のエリアに行ってですね、終了にしましょうか。どれぐらいのね、誰かの手助けをするのってお綺麗かしら？どれぐらいのね、敵が出てくるのか、そしてどんな素材があるのか、それを確かめつつ、必要であれば武器防具のね、武器の強化もね、測っていきましょう。よし、行くか。さあ、夕方16時になりました。こっちで木材取るか、そしたらね。いや、でもまあ、あれが取りたいから、樹液が取りたいからこっちかな。まあ、数は、揃わないかもしれないけど。そう、プレイステーションでですね、4でですね、あとまあ、またそろそろレースゲームしたいなって思ってて。なんかレースゲームってすごいね、惹かれるんですよね。よいしょ。なんかやりたくなるんだよね、定期的に。Need for Speed だけはちょっとね、レースゲームでもプレイするのが難しいゲームかなって思ってますね。お、700ゴールド入った。Need for Speed はね、難しいんですよね。昔の Need for Speed だったらね、いいのかもしれないけどね。Need for Speed 4 Heat ってやつをね、一応プレイさせていただいてたんですが、警察に追われるんですよ。夜のあれをするとね、レースをすると。で、その時にその警察からね、うまく逃げられないんですよ。警察のスピードが速すぎてね、こっちが加速してもね、とんでもないスピードで追いついてくるから、歯が立たないですよね。
それでちょっとね、クリアを諦めてしまったという。伝説のゲームですからね。そう考えるとね、グランツーリスモとかほんと親切ですよ。特にグランツーリスモの場合さ、マシンのさ、その、浄化できる、なんていうのかな、上限みたいなのがあってね、上限ギリギリで出たらですね、他の車よりもスペックが高いね、状態でね、レースの出場できるというですね。なんともありがたい仕様になっておりましてですね、ニードフォースピードじゃなくて、グランツーリスモね。それでね、だいぶね、いい感じで走らせてもらいましたよ、あれは。F1 はね、F1 のね、キャリアモードはね、きつかったかな。一個のミスが命取りになるっていうね。しかもマシンの能力値もですね、他のマシンと比べてかなり低い状態からね、走らされるというですね、鬼畜仕様で。で、なおかつね、パーツ使ってたらね、どんどん摩耗していってね、壊れていってですね、エンジンから火が出たりとかですね。だからそういうね、ゲームだったんですよね。あれはね、大変でしたよ。まあそのうち多分動画上がると思いますけど。まあでもリアルでね、いい F1 のレースゲームね、リアルでいいっていうのもあるんですけどね、それもね。でもあれもね、80GB ぐらい確かあったから、データ量が。結構あれもきつかったかな、データ量的にはね。まあでもあっちの方がね、グランツーリスモ 100GB だから。そしたらもう次のエリアに行こっか。2115か。よし、100個余るって感じで行きましょうか。次のね、武器素材鍛えるときに100個で鍛えられるかっつうと、多分無理だと思いますが、200個ぐらい必要だったような気がするんで。よいしょ。さあ行きますよ。あら、そのパイプ前のと違うのね。つまり、古いやつがもう修理できなくなったんで、新品したってことか。まあ一応そういうことなんですが、この環境に対応できるパイプの作り方をオリーブが用に助言したって。そうよ、言われてみればオリーブは、銭湯で働いてるんだもの。この手の技術には詳しいはずよ。わかった、すぐに修理にかかろう。頼ますせ。次の大陸に行かせてください。ふう、やっとできた。漏れはないな。設計通りに動いているわ。こんな短いところだったのに。先に行けなかったな。これでまた、バレン、ウェイストランドへ行けるわね。よーし、引き上げるか。クエストボールの確認を忘れないね、テリオンさん。さあ、新しい大陸にようやく行けるようになりました。よーし。また、ゴールドのビートルさんがいるぞ。よいしょ。こいつはなんだ、クワガタじゃないか。うおお。この木はなんだ。うわ、なんだこいつ。すげえのがいる。確かにここの野生生物は、やばそうだね。よいしょ。おら、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 おら。うわぁ、体力がない。え？何これ？あ。バレンウエストランド実験1日目。ホーム遠征はシュミット博士が率いている。我々今、ムーンベリーに向かう列車の中にいる。この遠征は市長からの要請に基づくものだ。ある固有の薬草が汚染されているとのこと。我々はそのアロエの病状の診断と必要ならば治療を依頼された。見た目からは想像が難しいが、アロエは体内に水分を満たしており、乾燥地帯でのみ生きられる植物だ。しかしアロエは炎症や乾燥、肌といった様々な症状に効く大変に有用な薬草でもあると。いっぱい。おー、すげえ、なんかいろんな植物がいっぱいあるね。あー、
金床の帰りはここにあるわけね。あー、なんかいっぱいあるね。なんかいっぱい拾っていきたい感じがするんだが、もうスタミナがないんだ。欲しいな。素材いっぱいね。だって探索だけしていくか。どうせまた汚染されてる土地があると思うから、そこまでは、頑張っていきましょう。あ、バリンウエストランド実験21日目。今日は予想外の発見があった。実験室として使っているこの洞窟に溜まった汚染水は、アロエの主要な水分源だった。水の汚染が進むとアロエの健康状態はさらに悪化する。ここ以外の水でアロエが生存できるかを試してみたがうまくいかなかった。彼らはここの水でしか生きられないのだ。このことから、当初想像していたよりも、事態は深刻であることが分かった。なんだこいつ。おーおーおお。おー、やっぱりあったね、汚染が。テリオン、止まれ、すぐに引き返すんだ。そこに見えてるのは昔の事故で飛散したものに違いない。間欠泉が収まるまでその存在すら分からなかったんだ。安全のためにしばらくここへ近づくな。これが何だか分かるのか。うん、これについて知っている人間がいるとは思えないが、ともかく今はここから離れているようになってるよ。ドレイクアロエ。なんだ？これを知ってる奴が、どうやらいるらしい。が？いて、うわ、めっちゃ、うわ、めっちゃ持ってかれた。マイヤーか。やっぱりあと一発食らったら死ぬかもしれんな。ちょっと、回り込んでいきましょうか。おー、火まで吹いてきよった。あ、こいつか。さっきの、魔法使い。こんなもんか。ガーリックみたいなのがあるね。あ、バリンウエストランド実験39日目、洞窟の水から作り出した薬を与えたところ、アロエから毒素を抽出できることが分かった。これでアロエを浄化して芯の部分から毒素を排除できる。水を浄化する機械はすでにある。あとは機械のフィルターに使う薬さえあればいい。だが明日までに遠征を中止して引き上げろと都から命令が下ってしまった。奴らの頭の中は一体どうなっているのか。こんな状態のまま我々はここを後にするわけにはいかないではないか。上の連中はこの状況を改善するためにもっと本気で交渉してほしいものだ。あ、なんだこれ。そう、帰るか。あ、ペルソナね、5やるっていう手もあるんだよね。90時間ね、プレイするのを確保してね。ペルソナ3をやるっていう手もあるけどね。まあ、難しいとこなんだよね。木材が足らない感じだな、多分。また多分鍛えるのに、武器を。木材が足らないか。I have to get wood。 んーしょ。 I feed a food、for my dog。 あ、カサンドラだ。腹と？よいしょ。診断系か。そう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 。で、カプコンさんのゲームとさ、最近ね、自分が好きなメーカーが分かってきたって感じがするよね。まあ、好きなメーカーさんっていうか、まあ、日本の和芸でさ、やっぱりその、いいゲームを作ってるっていう会社はね、やっぱカプコンさんとかですね、まあ、スクエニアさんはね、ちょっと当たり外れがね、個人的にあるっていうのがあってですね。バルキリープロファイルとかはちょっとあれだったかなっていう感じだったね。まあ、ドラクエは多分外れることはないんですが。スクエニアさんはね、ちょっとね、いろいろ当たり外れがあるかなと。まあでも、当たり
のものはね、かなりその当たりになる可能性が高いから、でそういった意味で安定してね、当たりになる可能性が高いのはカプコンさんかなって気がするよね。これ前も作ったな。まあこれで作っていくという、よいしょ、1のバージル、よいしょ、よいしょ、サンドロップ、オッケー。レシピに加えてもいいけどね。あとは再生ティアーズ。あー、これはちょっと頑張らなきゃいけないパターンか。まあ、こっから作るか。これで、横3。あー、下に凸って確かないんだよね、このゲーム。あー、これを使うって言ってもあるけど。あー、あった、下に凸。あー、風だけで全部できちゃったな。この種みたいなのって何で作ったんだろう。なんかでどっかの敵を倒した時に見たような気がするんだが、マイヤーとも喋りに行かなきゃいけないから、今回ちょっといろいろと忙しいぞ。しかも武器も強化していかなくちゃいけないから、斧ね。だから木材集めてこなきゃいけないんだ、木材。いやー、ちょっと新しい大地。お金はいっぱい手に入ってるからね。本当にお金に関してはあれだね。困ることはないかもしれない。中アッパー派、これをまた大量に作っとこう。6個作れるか。よいしょ。オッケー。で、こっちのレシピは、1個も作れない。こっちのレシピは、1個も作れない。何が足らないんだ？あ、岩石が足らないのか。よし。とりあえずこいつを、預けて、で、また素材集めしてから風呂入って、って感じかな。これやっとかないとね、いろいろと困るんで、素材だけ集めておきましょう。よいしょ。そうだ、カプコンさんは、まあ、外れが少ないと。本当にバイオハザードもね、あれだしね。あとカプコンさんは本当にいろんなそのハードに対応してくれてるから、めっちゃいい会社だと思うんですよね。スイッチでもできるし、プレイステーションでもできるしね、パソコンでもできるしさ、めっちゃいろんなハードに対応してるから、ユーザーに優しい会社だなと。モンハンもね、大人気だし。バイオもね、だからちょっと新しいシリーズやってもいいかなって感じで思ってるけどね。RE3 があるんですよ。あと初期のバイオもね、実はね、持っててですね。HD リマスターのやつだけどね。バイオもありだなと思ってるんですよね。次にやるゲームがね、ちょっと何にしようかなってね、まだ迷いながらプレイしてる感じなんですよね。とはいえ、これがね、どれぐらいのあれで終わるかだよね。もうちょい時間かかるかもしんないな。ああ、そう、テイルズもやりたいなって思ってるし、バンダイナムコさんもね、結構ね、外れが少ないゲームかなっていう気はするけどね。バンダイナムコさんのやつは、ま、アニメのやつが多いよね、基本的にね。カカロットも確かバンダイナムコだったよね。
ワンピースとかもそうじゃないかな。ワンピースオデッセイとかもね。まあ、あとはテイズだよね。よいしょ。テイルズがさ、プレイステーションにさ、移植してほしいシリーズが移植されないのはちょっと残念だよね。もっと古いタイトルをさ、プレイステーションにさ、プレイできるようにしてほしいんだよね、テイルズ。シンフォニアとベスペリアかな。あの二つはリマスターになったけど、アビスでしょ？あと、グレイセス？とか、あと、なんだったっけ？一番最初のやつ、ファンタジアとかね。あとなんだろう。ほら、剣が喋るやつ。あれも有名だよね。2も出てるし。なんでテイルズは過去作をさ、出してくれないんだろう。絶対売れるのに。ね。間違いないと思うんだが。まあ、そこまでスタッフがいないんだろうな、過去作に。人員を避けるだけどね。でもシンフォニアは頑張って作ったんだもんね。ライブでもブーブー言われてましたけどね。スイッチ版の方に結構バグがあったりとか、戦闘の読み込みが遅かったりとかして、結構スイッチ版は叩かれてましたね。あれはね。シンフォニアね。よいしょ。なんか比較検証みたいなやつで、プレイステーション版と、スチーム版と、スイッチ版で3つ動画並べて、戦闘始まるまでのロード時間を並べてるやつありましたね。なんかね、そういう動画がね。よいしょ。どういう違いでそういうことが起きるのかわからないんだけど、やっぱりあるんだろうね、なんかね。よいしょ。読み出しするときのさ、ハードウェアによっての、あれが違いがあるんだろうね。よいしょ。ほい。ほいと。オッケー。マリエルさんに会いに行くかな？どうしような。ちょっと悩むとこだな。普通に2時間。風呂に入るか、マリエルさんに会うか、武器防具を鍛えるか、もう釜はもう鍛えなくてよさそうだね。なんか、なんとなく、鍛えなくてもいけそうな感じがするね、あれね。絶対不可能かと思いきや、そうでもなかったもんね。よいしょ。ほい！よっしゃー。よし、そしたら帰るか。風呂入って、マリエさん10時には寝ちゃうからさ、早めに会わないと、ね、あ！へぇ、どうした？何か面白いことが書いてあった？ブラックロータス。どっからなんか怪盗団みたいな名前だな。聞いたことないな。普通のハスと色が違うんだね。色だけじゃないんだから。お水の中じゃなくて乾いたところに育つ特殊、特別な種類なんですって。陸に入るハス、驚いたな。池に入る植物だよね。ちょっと待って。ムンベリ島にも生えてるって。本当に見たことないけど。ねえ、シャオ一緒に見に行かない？どっかに隠れてるはずよ。ごめん、ルー。それはできないよ。バレたら僕はお父さんに殺される。おーい。ルーちゃん。見て、すごいもの発見したのよ。Have you seen Black Lotus? What? It is written, that Black Lotus, there are, no! ダメだ。ここにもあるって本に書いてあるのよ。島の南の方だって。
この花を探してくれない？Could you find this flower? Yes. Of course. わがままに付き合ってやって、付き合ってやんなきゃいけないのか、ルーちゃんの。さて。そしたらですね、とりあえず花のクエストを済ましてですね、お金はもらえないけど、まあまたあれがもらえるでしょう。なんだっけ？ムーンなんとかってやつね。うん。よし。215じゃまあ鍛えられないと思うから、まあ言っても無駄でしょう。オパールハートさんにね。話を聞こうと思ったんだが、マイヤーのとこ行くか、いや、マイヤーいつでも行けるから、ローラ、マリエル。マイヤーさんはね、いつでも行けるんで、またね、マイヤーさんのとこ行ったら、島の歴史について語ってくれるんでしょう。さて、家にいるかな？あら。市長の家めっちゃいい家だからな。羨ましいよな。本当に。市長という権限でね、お金を借りたんでしょうか、大量に。すごい豪華な家だよね、本当ね。さあ、マイヤーの家。クッキー焼きすぎちゃって、マイヤーとルーが全部食べてくれるといいのですけど。私にもください。コードブルーム。いいお知らせなの聞かせて。うん。あー、美しいわ。いや、いい組み合わせだね。火の暖炉の前に置いて大丈夫か？冷たいとこに魚を。これはあなたが探し出したの？いや、あんたがなんか持ってこいって言わなかったっけ？まあ、ひどい状態だったのね。でもそれはあなたが救ってくださったのね。あ、マイヤー来た。マリエル、私の本が一冊ないんだけどね、見なかったかい？え、ここにあるわ。黙って持って行っちゃ困るよ。なくなったかと思って慌てちゃうじゃないか。むむ！これは、これが、コールドブルーム。Is this a cold bloom? Yeah, that's right. その通りよ。それだけじゃないの、テリオンさんがその生息地を復活させたのよ。すごいでしょ。ああ、確かに、でも。どうした？本当に素晴らしいと思うよ。だけど、どうか黙って本を持っていかないでくれ。いやー、that's very, awesome. But, don't bring a book, anywhere.No! じゃあこれはお庭にウェイトするね。ありがとう、テリオンさん。Don't bring a book, without saying for me? to me かな。まあいいや、ここの上にそうだね。ちょっとドレイクアロイについて話すか。仕事してらっしゃるかな、マイヤーさんは。あれ？あ、市長室にいるか、マイヤーは。まだそんな時間、あ、いや、でも18時だもんね。もうそろそろ帰ってきてもいい頃合いだが。イケメンに聞いてみようか。よいしょ。あ、なんか掘り出した。おう。ワーム。ええ。マイヤー、マイヤー。よいしょ。Are there anything else? っていうのかな。難しいな。最近ちょっと英語読むのサボってるからね。ん？話があるっていいとも。視聴室で聞こう。
バレンウエストル・ウエストランドにまた別の残留物が。これを話しておくべきかわからないのだが、あの地獄に生息する植物があったのだ。あの地域か。そこでしか見られない固有の薬草でね、奇跡的な治療効果を持つことも知られていた。そのため多くの人がそれを取りに来ていたよ。だが悲惨なことになって、君は薬師だから話しておこう。色が変わって薬草としての効果も失われてしまったのだ。その頃薬師がやってきて支援を申してた。しかし事態は改善されず状況悪くなるばかり。アロエは毎日どんどん枯れていった。それは薬師の仕業だと疑う者たちがいた。そのため彼らはムーンベリーから追放されてしまったんだ。さらに悪いことに間欠泉が吹き出してそこへ行く道が閉ざされてしまったのだ。間欠泉が再び収まった頃、私はレンジャーにバレンウエストランドの様子を見てくるように頼んだ。だがアロエは変わらず悲惨な状態だった。デリオン、アロエを復活させることを念頭に調査してもらえないだろうか。イエス。見せたいものがある。ちょっと待っててくれ。いろんなのを頼まれるな。仕事が多いぜ。これは薬師の一人が書き残した日誌だ。何かの役に立つと思うよ。幸運になっているよ、テリオン。Thank you, メイヤー。バレンウエストランド実験5日目、調査を開始した。我々はまだ実験室として使うのにうってつけの洞窟を見つけたのだが。そこには汚染水が溜まっていた。平原からそう遠く離れていないにもかかわらず、安全であり四角い岩が目印になって見つけやすい。調査ではこの土地とアロエの両方を調べてみた。その一部は確かに未知の物質で汚染されていた。健康な個体と比較すると汚染されたものは暗い紫色がかっている。茎は細いが有毒物質で汚染された水を大量に含んでいる。水の毒性はかなり強く、数週間でアロエは枯らしてしまう頃だ。その扱いと治療はかなり慎重に行わなければならない。洞窟の入り口を探す。ほほう。クエストボード。結構いいお金が入るね。550ももらえるぞ。動物の糞。よし。さて、そしたら、洞窟探しに行くか。その前にちょっと待ってね。パークス空いてる時間は、でも、ハンズ&スパークスはもう入れないよね。さすがに19時半は空いてないよね。閉まってるか。18時までか。もうちょい遅くまで営業してくれてもいいんじゃないの？さて、ここに木材をちょっとね、集めましょうか。よいしょ。いやー、木が枯れない。何個ぐらい手にあるかな？今215でしょ？これが？ 275。結構一気に手に入るね。60か。あの多分1個の丸太みたいなやつが10個単位なんだな、多分ね。プラス10って出てるもんね。で、プラス10やるだけの、スタミナの消費量的には、もうちょっとちっちゃいやつを、削っていった方がいいんじゃないか。あ、プラス30っていうのが出てきた。そんなこともあり得るのか。よいしょ。あ、ニンニクゲット。洞窟を探す。ここなんか怪しいよね。こっち行ってみよっか。西側のエリア行ってみまーす。カニさん。うお。危ねえ、危ねえが、こいつを取りたいんだ。いて。いて。何これ？ココナッツ。ココナッツ。ほっ。あぶねえ。ほっ。え、でもココナッツこれ多分あれだよね。多分イケメンの餌になるだけだよね、多分ね。いかにも。
あ、これまた資源がいるタイプか。なんか誰かいるんじゃないか、これ。ん？あ、フォレストと話す。よいしょ。ほい、ほい、ほい、ほい。ほい、ほい、ほい、ほいと。お、ムーナイト。いて。金床の改良。まあ、それでいい武器が手に入るんだったら、それはそれで。よいしょ。ほい、ほいと。よいしょ。木材もでも485もあるか。結構溜まってきたね。よいしょ。よいしょ。ほいと。ほい。こいつを壊していくか。金床でも改良したらいい武器が手に入るかもしれないから、ちょっとやってみようね。よいしょ。あの植物気になるな。あいつが、薬作るときに使えるかどうかだよ、要は。545か。次の強化には全然余裕で使えそうだよね。デザートダチュラ。うわぁ、こいつは強いぞ、確実に。よいしょ。おい。切れるか。オッケー、ギリギリいった。さあ、帰りましょう、帰りましょう。いいぞ、いいぞ。いい感じに素材が詰まってきた。よし。これで明日は。よいしょ。あ、まあでもあれか。また病人が出てくるか。あ、大丈夫だったね。とりあえずフォレストと喋らなきゃいけないんだが、フォレストはこんな朝早くにいるかな。ちょっと待ってよ。まず、中和さんをまた作っていくか。あ、作れない。あ、そうか、もう。こっちのあれ集めてないから。材料。よいしょ。新大陸のあれしかね、今やってないからね。移動しかね。よし。で、イケメンにご飯あげて。じゃあ今日も新大陸やっていきましょうか。よいしょ。どうしような。金床の改良。はてなはてなはてな。あー、なんか、色が変わってどうのこうのっていうのはここのことかな。ちょっとはてなはてなはてなまで行くか。こいつをちょっとうまくかわして。よいしょ。ほっ。行って。よいしょ。その花も取っておきたいとこだね。フォレストとも喋らなきゃいけないし。よいしょ。武器の強化だよ、とにかく。よいしょ。ラクリマ。ラクリマってかっこいいね。さあ、1時間ぐらいやってんじゃないかな、そろそろ。なんだかんだで。おお、あぶねえ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 。お、これか。やはりこういう植物とね、アロエってやつは。なんかアラビアチックの音楽が流れてるな。テリオン、これ何をしてるの？あら、ブラックロータスはご存知なのね。私も最近ちょっとそれが気になっていたので、しばらくここで目を光らせていたんだけど、ブラックロータスの方か。
ルイちゃんだね。見ての通りかなり悪い状況なのよ。この辺りの特殊な菌類が原因みたい。菌を駆除してきたんだけど、またすぐ戻ってきてしまうの。早くなんとかしないとブラックロータスは絶滅しちゃうわ。薬で菌を駆除してくれるっていうの？よかった、聞くといいわね。頼りにしてるよ、テリオン。ブラックロータスのあれか。やりますか。よいしょ。ちょっと目が痛くなってきたね。この魔法使いちょっと鬱陶しいな。よいしょ。ほい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 。よいしょ。ほいよいしょ。あと一発。お、ルミナク、うわあ。ルミナクリスタルだって。よいしょ。あのビートルは前のところにいたビートルと一緒だよね、多分ね。いやー、しかし、素材が結構いっぱい、綺麗に集まりますね。大量にね。よいしょ。ここで木材集めるのは効率がいいんじゃないか？非常に。もう線溜まったぞ。いいぞ、いいぞ。木材集め調子がいいぞ。よいしょ。ほい。よいしょ。おう、危ねえ。そしたらちょっとフォレストのとこに行こうか。よいしょ。9時40分か。まだまだ時間的には余裕だね。そしたらフォレストのところに行く前にまず武器鍛えるか。ね。そしたら、だいぶマップも広くなったね。こっから行くか。鍛えるってなんて言うんだろう。よいしょ。ビルドアップ？あ。どうした？もうちょっとそのまま続けて。ずっと同じことの繰り返しじゃない。ちょっとちっとも上達してないじゃないの。私があなたの年の時は何もかも自分で学んできたわ。いい加減にお母さんと私と比べてたのをやめてくれない？腕を上げたければ私の道を辿って私の指示を受け入れなさい。そんなぼんやりした頭では私には到底追いつけないわよ。もう、戻ってきなさい。どいてよ。技術のある人がね、教えるのも上手いと限らないからね。たくなんて子なの。怒る弟子。あれ道具をどこに置いてきたっけ？あんた見かけなかった？ああ、勤務マックスだったのか。買う。鋼鉄1800、釜。まず斧だね。まず斧。よし、斧をゲットして。次が、ハンマーかな。斧ハンマー。次は、火事のアップグレードが必要です。釜もいけるね、一応ね。お金の問題か、あとは。よーし。弟子のやつがクエストを加わってたけど。フォレストと喋る。レイジーボール1回。ルーハートはこのところ母親に腹を立てているようです。ルーハートが酒場に遊びに来た時に様子を確認してみましょう。そうか。フォレストとりあえず、お話しよっか。フォレスト。新しい武器のね、あれを試したよね。
あれ？あ、フォレスト。どれぐらいのね、切れ味を持ってるか試したいとこだよね。金床のレベルアップもしなきゃいけないってことはさ、結局、あのムーンなんとかっていう石がいるんだね。これは大変だぜ。で、お金のじゃああれもやっていかなくちゃいけないよね。あの、簡単にお金を集めるやり方でね。え、フォレストこの辺にいるの？どこよ？おう。もっと早く材料を届けることはできないの？あんまりお客さんを待たせたくないのよ。フォレストも私も全力でやってるんだけど、注文の量がどうしても集められなくって、あと数週間はかかりそうなの。何？うちの評判がかかってるのよ。また目つけられた。あら、テリオン。大切なお客のための材料が今すぐ欲しいのよ。大口注文なのに材料が手に入らなくってさ、もう何週間も待ってもらってるのよ。お客さんを怒らせたくないのよ。ちょっと手を貸してくれない？よかったら材料が揃ったら教えてね。あなたも材料が多く取れたら教えて。わかったわ。ダーク、うわぁ、めっちゃすごい。メドオレンジで大きなクマ見なかった？可愛いでしょ？あの毛皮と爪が好きなんだ。めっちゃいっぱいいるじゃん、材料これ。何か助けが必要かい？いいな、何でも言ってくれ。あれを復活させる方法が分かったって、それはすごい。だが土を掘るとなるともっと道具がいるな。我々の装備は古くて使えない。鍛冶屋に行ってみよう。何かあるかもしれない。え？すまないが、バレンウエストランドで使えるツルハシを探してるんだ。余っていないかな。何使うの？あそこ行く道が塞がってからは作ってないわよ。完結線は収まったんだよ。だから状況は変わった。余ってはないわね。注文もなかったし。なら新しく作ってもらえないかな。あ、いいわよ。ここに書いた材料を集めてくれたらすぐに作れるわ。まだレンジャーの仕事が残ってるから今は材料を集める時間が取れない。君に材料を頼めないだろうか、テリオン。すまないが。いやいやいや、材料を取ったら私に知らせてね。よかった、それらしか手に入ったらすぐに現場に直行だ。お使いが。デザートムーンナイト。うわぁ、ムーンナイトか。ちょっといろいろとね、仕事が増えまくったね。ね、1時間14分プレイしてんだけど、仕事が増えまくっちゃってね、困ってるんですよ、今。ブラックロータスの研究しましょう。これ簡単だからさ、全部これだけなんで、一個一個、しらみつぶしに。オッケー。さあ、ブラックロータス。研究完了。ファンガイダスター。あ、うわぁ、これは水だけで作れと。これは、きついぞ。うわぁ。これはきつい。あー。残り3つで作んの？こうでしょ？あー。どうしようね。これはこれで埋めていこうか。で、ここをこう埋めて、で、こうかな。
ああ、そういうことか。あと3つ必要になっちゃうな、これだと。これは、釜の強化しないと無理か。厳しいよね、これだとね。よいしょ。それで、いやー、こうか。いや、苦しいな、これは。いや、これは苦しいね。あと2個でさ、この形があったらいけたんだけどな。こいつがその形になってくんないかな。まあちょっと厳しいとこあるね。よいしょ。じゃあギリギリ柳の湯に入って、またちょっと旅に出るか。レザー、なんとか。ああ、今日は空いてない日なのか。じゃあシンプルな材料をまた取りに行くか。釜は鍛えてないから、ちょっと釜以外の斧で、斧試してみるか。どれぐらい。おお !3 発で切るようになったか。釜だよね。釜はお金が足りなかったんだよね。釜をね、なんとかできるお金を。1000ゴールドぐらいだったよね。こっちかな？これは、こっち、まあ、どうかな？これは、よいしょ。よし、じゃあ帰って寝よう。釜をなんとかできるお金をね、貯めたよね、1000ゴールドね。本当はこの間にフィッシングとかやるべきなんだろうけどね。よし、寝ます。さあ、病気の人がいるから、レザーフォンとムーナイト。レザーフォン。このドレイクアロイっていうのは絶対やらないといけないと思うから、ね。オリーブさん、左足首、左目。どっちも簡単に終わるやつにしてくれ。いやこれ、さ、もうほっときたいな。このサブクエの住人のやつがこれ必ず出てくるからさ。薬師としてのさ、やる仕事はさ、これだけにしてほしいな。もう外国人だったら絶対切れるよ、これ。それは私の仕事じゃないっつってね。だっていろんなものを探してこいだの、なんだのかんだやらされてるからさ。ねえ。なんだこれ。全部同じ方向か。これだけじゃないか、違うの、最後の。よし。これでお金が、いくらかもらえたら、作れそうだね。あれがね。新しい釜がね。これは、シンプルに。よいしょ。バシッと作っちゃいましょう。これレシピに加えたらこれ結構 いっぱいいけんじゃないか、これ。これね。あ、10個いけるじゃん、これ。これいいじゃん、ウィングのなんとか。これでいったら結構いけるぞ。ウィンドクレンザーね。ウィンドクレンザーいいじゃん。セルリアンは
ああ、しまった、これが。しまった、これで。まあ、いっか。頑張ったらできるでしょう。ね。ああ、ちょっとあれか。めんどくなってくると、これは。しまったな。下さんは持っといて、てかこれ4つでいいじゃん。はーい。作らせてもらいました。これレシピに加えよっか。あ、でも1個しか作れないか、そうじゃね。よし。とりあえず、治療した後のやつは全部売っちゃいましょう。うん。おいしょ。で、ほいっと。はい。素材いらなかったかな。釜の方鍛えるべきだったかな。ねえ、釜の方が良かったね。やるんだったらね、しまったな。イケメン。よいしょ。レザーフォンっていうのはね、多分敵倒さないともらえないやつだろうね。よし。で、こいつを。ほら。よし。で、とりあえずいつものやつを借りに行きましょうか。これね。で、こいつが大事だってことは分かったから。で、釜は今日中に強化して、これの効率を上げる。うん。この素材集めはね。白い花が必要なんだよね。新しいあれを取るのはね。あの薬のレシピはね。よいしょ。よいしょ。さあ、なんだかんだで、なんだかんだでこの単純作業結構好きだったやつだからさ、やっちゃうんだよね。この 2D グラフィックのさ、単純作業なんだかんだでやっちゃうんだよな。邪魔だ。こっちか。なんだかんだでやっちゃうんすよ、私こういうやつね。よいしょ。さあ、この辺を集めていきましょう。集めていきましょう。よいしょ、よいしょ。で、こっち。トゥルルトゥトゥトゥル。トゥトゥルトゥ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 ルトゥルトゥ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 。トゥントゥン、トゥダドゥッドゥドゥダドゥドゥッダドゥダドゥドゥッドゥ。よいしょ。ほいっと。で、あとこのこんにゃくも取りに行こうか。お金集めはね、でもまあもう目処は立ったね。これ作ったらいいんじゃないかっていうアイテムができたんで、釜さえ鍛えとけばなんとかなるね、このゲームね。あとね、まあ、いろんな要素があるけど、最適なものが何であるかっていうのを探すのがこのゲームの特徴だね。あ、そう、今ね、日本の株価がめっちゃ上がってんだよね。あ、何が影響で上がってんのかよくわかんないんだけどさ。ねえ、実体経済は全然良くなってないのに、株価だけ上がっていくからさ。ねえ。不思議だよね。だから企業は軒並み成績はね、上がった上がったってね、なってるけどさ、経済には全然還元されてないもんね。不思議なもんですよ、本当に。よいしょ。
ほいっと。株主に全部ね、流れていってるから、結局のところ。よいしょ。よく言われてますよね、株主市場主義はやめた方がいいんじゃないかってね。まあでもそれでね、儲かっている人は儲かってるんでね、自分もやればいいじゃないかって、ね、言われるだけの話なんでね。結局のところね。そうだ、その勉強もしなきゃって思ってるんだけど。多分このゲーム実況に費やした時間全部そこにかけてたら、相当多分株の鬼になってたろうなっていうね、気はするよね。よし、とりあえずここまでは来たと。あとはちょっとここら辺で金床を取るために、こいつがだから必要になるんだよね多分ね。よいしょ。おらおら、穴も出なかった。マジかよ。おら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 、ムーナイトゲットしたか。よいしょ。よいしょ。さあ帰りましょう。で、釜をねパワーアップさせて、まず柳の湯だね。お湯に入って、あ、土曜日やってっかな。金床パワーアップさせて、あ、金床じゃねえ、あれをパワーアップさせて、また不安放送起きるかしらと。よし、カサンドラさんも、お風呂入って、さあ、レアノちゃんがいる。左ちゃんの人誰だ？ボスマンかな？帽子取っててわかんないとか？そういうパターンかな？いや、今回ストーリー的にはなんとかこの、エザーフィンとムーナイト、これはなんとかしたいとこだよね。あとイベント的には、この金床の改良のね、ムーナイトもね、やりたいけどね。これ、鎧の、鎧の注文？銀と、あ、これあれか。あれか。ダークシャード、金色の広角と銀ナゲット。ルーちゃん。さあ、ルーちゃん。これはあれだったね。こっち行って、釜の強化じゃ、釜の強化じゃ。あはー、休みだ。あれ？定休日金曜日じゃん。なんで今日空いてないの？今日金曜日だ。マジかよ。くそ。じゃあ岩を一生懸命壊すか。岩と広角。こいつは何くれるんだろう。よいしょ。あ、こいつがハードシェルか。ハードシェルもなんか必要だったよね。ムーンナイトはどれなんだ？ハードシェル。よいしょ。浮いた。邪魔だ。あ、これがムーナイト。ゲット。くそ、こいつ邪魔だな。巨大な爪。
うおー、よいしょ。人選ムーナイトくれ、ムーナイト。ダークシャードは誰が持ってんだ？だ、あ、金。うわ。スタミナが。よーし。よいしょ、ほい、ほい。スタミナは、オッケーオッケー。ムーナイト。あと二つだね。うわ、来た。こんなとこで死ぬわけにはいかんぞ。安全な場所を探して、掘り当てよう、ムーナイト。よいしょ、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 あう！くっそ。よいしょ。安全な鉱石がないぞ。あったあったあった。よいしょ。ここじゃなくてもムーナイト一応見つかるっちゃ見つかるけどな。くっそ。あのバッファローのとこはちょっときついな。怖いな。よいしょ、危ねえ。わわわわわわわ。オッケー。せめて4つぐらいは。オッケー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 。あと1個だね。おっと、危ねえ。うわ、金か。でかくて光ってるやつだよね、ムーンナイトがあるとしたら。うわー、当たった。やべ、あと一撃だ。危ねえ。オパールハート。金床。どっちを優先したらいいんだ？よいしょ。ちょっとあのイベントもやっとくか。これが何だったっけ？金床の改良がムーンナイト。レザーフィン。これがルーンハート、ツルハシのやつか。レザーフィン、ムーンナイト。どうしような。金床の改良からやるか。何かお持ちします？いいの？いつでも声をかけてね。まあまあ落ち着けって。ボールが壊れちゃうよ。お母さんたら最低。また喧嘩したのか。そうよ。何が腹立つっていつも私とお母さんの若い頃を比べることよ。きちんと話し合って。バカ言わないでよ、レイな。今度こそ負けないから。おい、俺の番だよ。ダーツしてんのか。あれ、一人で来たの？ダーツしに？この前は怒鳴っちゃってごめんなさい。反省してもらおうか。おい、ルーハント、お前の番だ。また後でね。お、両方もチェストに。あ、怒るでしょ、終わった。あ、友情レベルアップ。やった。え、薬師。よーし、よし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 。いろんな人の友情を高めていきましょうか。マーサー。贈り物してあげてもいいけどな。ノバはいいや。でも体力ないんだ。オパールハート。オパールハートは多分あそこにいるよね。海岸の方にいるんじゃないかな、この時間帯。なんとなく多分そうだよね。この時間帯でも作ってくれるかな、金床のパワーアップね。やってくれるんだってやってもらいたいんだが。
ちょっと海岸線にいると思うから、こっちに行こっか、先にね。多分ここの、これなんか作ってんじゃねえかな。いた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 。よいしょ。おいと。で、クエスト。例の鉱石が手に入ったの。すごいじゃないの、工房へ行きましょう。どうやって集めたんだ。ずっとこれが欲しかったのよね、お母さん。そうよ、助かったわ、テリオン。これで金床を修理しろってとこね、ことね。その通り、すぐにできる。大丈夫、私に任せて。なんか、モンハンみたいだな。うっかり見違えたね。これであなたの道具もずっと良くなるわよ、デイレック。それはありがたい。それから、本当にありがとうね、テリオン。これであなたの道具も最高レベルまでアップグレードできるわよ。やったね。よーし。アップグレードしてほしいんだが。閉まってるというね。アップグレードしてくれ。とりあえず、明日材料集めたら速攻アップデートしよう。ね。釜もアップグレードしたいんだけどね。よいしょ。さて、また病人がいるんで、病人を何とかする前にアイテムたくさん作ってあげたいんだが、よいしょ、イケメンを撫でて、もうしなくていいのかな、ナレナで。ナレナではもう良さそうだな。餌だけあげとこうか。トウモロコシばっかりだけど。ごめんな。でもうまいんだろ、トウモロコシ。あ、ルーちゃんか、今日は。あ、デレクか。おい、デレクちょっと、わがまま言うんじゃないって。そんなにいっぱい、症状を訴えるんじゃない。よいしょ。これやりながら材料とかも集めていかなきゃいけないから結構大変なんだよな。これがなかったらな。この要素いらんだろう、正直。これがいらんのよね。左目が終わって、腹か。腹は大丈夫だ。右上腕。オッケー。診断しなきゃいけないやつあったか？腹か。よいしょ。よいしょ。さて。とっと。オッケー。さて、デレクさんのやつ作ってあげるか。再生ティアーズ結構大変だった気がするんだが。作るの。よいしょ。おいと。ゼルリアンスクラブ。これ使っちゃうとな、またあれなんだよな。他のが作れなくなっちゃうんだよね。でも仕方ないか。ここでいくか。4つ作戦でいくか。よいしょ。おいと。オッケー。で、ガスプレーか。これは大変そうだな。この形に当てはまりそうなやつを。あ、これ一個あるね。あ、これは使いたくないな。となると、
どうしましょう。まずここ1個作って、で、これ使うか、ユグドラシル。こいつもなんか使っちゃいけないパターンのやつだよね。これ、クマさん使うか。クマさんは案外簡単に集まるから。ここで行こう。よいしょ。でだ。で、中和、ハーバルさんの、このシンプルなやつを、あれ？中和じゃねえや。ウィングだったっけ？こいつか。こいつを3つ作ろう。よし。オッケー。これでウンドクルーザーだけをしまい込んで、あとはお直しに行きましょうか。ほいっと。ゼルリアンのクーリングで、あと1個は、ああ、しまった。ティアーで作ってねえぞ。余計なもんにちょっと使っちゃったな。ティアーで作れるかな。おっと。これは。どうしような。四角使っちゃったな。しまったな。これはしまったぞ。参ったな。一番大きな範囲取れるやつ使っちゃったな。これで一個取るでしょ？で、もう一個これで取るか。で、これ使うのもったいないけどな。使わざるを得んか。そうするとあと11になっちゃうのか。11はちょっとあれだな。よろしくないな。そうそう、こうして、3を取ってこようか。3の、ちょっともう強引だけど、これでいこう。全部風で作らせていただきました。とりあえず、今日は釜を作ったら終わりにしよっか。ちょっと体調がまた、崩れてきちゃったんで。元気の時は元気なんだけど、すぐ体調悪くなるからね。よろしくないね。よいしょ、10時ぐらいに戻ってきて、釜の改良に。おぉ、1110! いいね。素材の回収に、また行きましょうか。釜がね、1段階。また上のやつに改良して。よいしょ。あら！今日は、あ、ちゃんと3本咲いてるね。ひまわりがね、案外使うところがないんだよね、今ね。よいしょ。だから、ひまわりにそんなに、あれしなくてもいいかなってところはあるだが、こだわって取りに行く必要もないんだが。一応取るか。今後必要になるかもしれないんでね。よいしょ。おい。クマさんも使ったもんね、なんだかんだでね。よいしょ。毛皮使っちゃったんでね。バージルと白い花を取りに行きましょう。トゥルトゥトゥルー。タタラタタタタラタタタタタ。テテレテテレテテテテテテレテレテテテテ。あれ難しいな。メロディー全然取れんわ。世界でデンデデレデデンデレテテレテンテレンテンテンテテ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 
よいしょ。いいぞ。シンプルなやつをいっぱい取りましょう。よいしょ。こんにゃくも意外に使えることは分かったからね。汎用性の高いものはいっぱい取っていきましょう。タタ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 。よし。強武器でちょっと一発こいつぶん殴ってみたいな。おお。気持ちよく。気持ちよいダメージが当たるね。よいしょ。よいしょ。てててて。てててて、てねえらよって。さて。さてさて。材料集めも。よいしょ。十字。ここの集めて、南のやつも集めたら帰ろっか。とりあえずね。それで、材料集め終了にして、よいしょ。新しい武器を作って、で、風呂に入ってちょっと移動したら終わりにしよっかな。今日はね。またどうせ木材とか医療になるからさ、そこもちょっと作っときたいとこだけどね。木材ね。取っときたいとこだけどね。どうせ必要になるでしょう、木材。あれ？こっちはないわ。よいしょ。よいしょ、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 いっと。だいぶ疲れてきたね。もうちょいで終わるかなって思ってたけど、まだちょっと、まだまだかもね。よいしょ。今がパート10ぐらいなんで、パートでも15ぐらいでは終わるんじゃないかなと思ってはいるんですが、まだまだかな。よし。ほい、ほいっと。ほい、ほい、ほい。あーっと、スタミナ切れた。帰ろ、帰ろ。よし。柳の湯に行く前に、こっちから行くか。武器の強化をして、最大まで上げられるってなってるけど、最大がどれぐらいの武器なのか、金のあれとかになりそうだな。あら。シャオ、なんなのこれ。こういう注文を受けられないって何度も言ってるだろう。すいません。でも僕は職務を果たしただけで、僕に怒らないでください。僕には対処できないことなんです。あなたは伝説の鍛冶師じゃないですか。あなたの作品を手にしたくて世界中から人が集まってくるんですよ。私の作品は人を選ぶんだよ。どうでもいい注文ばっかりだよ。後期に人間のための高級ダガーだって、ダガーの持ち方も知らないようなやつにか。また、これなら受けるわ。どうしてそれを？個人的な理由は何か？とんでもない。ただ気になっただけで。お金は全部断ってちょうだい。とにかく、anyway、二度とこんな、注文は持ってこないで。Don't bring me a, like a... わかりました。以後気をつけます。Don't bring me a disorder. テリオン、そっちは何？見てるだけ？ 52。なんだ、変わった要求。またなんか。どうしちゃったのかしら、昨日解いたばっかりに一日で鈍っちゃうなんてありえない。よいしょ、買う。あ、ミスリルの斧。まさかのミスリル装備ですか。よーし、鋼鉄の鎌ゲットいたしました。
あとミスリリンするのは3000。釜のアップグレードもね、しないと多分次いけないよね。よし。そうするとですね、13時半か。ちょっとお湯に浸かって素材だけ集めて寝るか？ミスリーの釜の効果を見たいよね。どれぐらい強いかね。あ、ミスリーじゃないや。あの、鋼鉄の釜ね。あ、ミスリーも見たいね。ここまで来たらね。どれぐらいの強さなんだろうっていうね。よし。まず、一番最初のマップでどれぐらいね、軽く取れるようになったか、素材集めが楽になったか、確認しながらやっていきましょうか。よし。で、それができたら、いつものね、今の課題になっているところに行きましょう。ほいほい。ああ、めっちゃ楽になった。逃げ気で取れるか。これは楽だね。これは楽だ。いいね。これがじゃあ次で一発で取れるようになるんだね。多分ね。あ、これは楽になったね。随分ね。よーし。そしたら、鉱石、取に行くか。ここはだからハンマーが重要になってくんだね。うい、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 ういと。くそ、何も落とさずか。こいつのこの羽もいるんだったよね、確かね。よいしょ、ほい、ほい、ほい。ハードシェル。銀と金とダークシャーと、ドレイクアロエ、レーザーフィンとムーンナイト。とりあえずムーンナイトがいるから、ムーンナイトだけはとりあえず。レザーなんとかってあいつだな、多分。そこにいる。巨獣を倒さなきゃいけないな、多分ね。こいつ。うわ。これは大変だ。集めるのね。カニはこれで一気にまとめて倒せそう。よいしょ。うい。凶悪だな、この敵。あ、三つ目ゲット。よし。金か。ムーナイトが手に入らないぞ、全然。あ、オッケー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 。岩のあれだけめっちゃ大量になりそうだね、素材の数だけ。ちょっとアイテムなんか食べたりする？食べ物。食うか。トウモロコシ。全然回復しねえ。生姜。全然回復しねえ。くっそ。こいつの毛皮取るの結構大変だと思うんだが。よいしょ。うわぁ。おい。おっ。よいしょ。ムーナイトが。やっぱこの大きさのやつか、ムーナイトが出てくるのは。うちなんか大きいやつなんだ、ダメだな、ムーナイト。このサイズじゃ出てこないな。もう、あ、これ、ああ、いて。死ぬ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 。これはまずい。じゃあ今日はもうこれで終わりにしよっか。やることはね、もう決まったので、次回ね、じゃあそれやっていきましょうか。ということで今回はこれ、寝て終わりにしましょう。うん。釣りも本当はしなきゃいけないんだけどね。はい。ということでね、今回はこれ終了したいと思います。クエストはね、結構残ってるんで、頑張ってね、やっていきたいんですが、まあ、鶴橋が大事なんで、レザーフィンとムーナイト頑張っていきましょう。
ということで、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。またね。